こんにちは。中央地域のキラリと光る農産物や農産物にまつわるエピソードについて農家の方にお聞きする番組、キラキラ農業大好き愛媛です。私が今回ナビゲーターを務めます、県中央地方局産業振興課普及指導2年目の縄田由美です。よろしくお願いします。さて、今日は久万高原町の旗の川地区にお邪魔しています。今回キラキラ農産物をご紹介いただくのはこの方です。西山正明です。今回は久万高原町のピーマンをご紹介します。よろしくお願いします。久万高原町ではピーマンの栽培が盛んですが、いつから栽培が始まったんですか？30年くらい前に、女性や高齢者でも軽いので持ち運びしやすいものとして栽培が始まりました。今では栽培面積、出荷量ともに県下一の産地となっております。確かにピーマンは高温に強くないので、標高が400メートルから900メートルと高く、夏も涼しい久万高原町のような中山間地に向いていますね。ピーマンを栽培する上で工夫していることはありますか？一つは枝を誘引するためのネットです。ピーマンは丈が大きくなるので、今は2段ですが、これから3段にします。ネットを張るのは大変ですが、1本ずつ紐でくくるよりも効率よく作業ができ、元気よく育ちます。もう一つは銀色のマルチです。飛んでくる虫はこのマルチに反射する日光で上下左右が分からなくなり落ちてしまうので、農薬を使わずに害虫を避けることができます。他にも生産者は全員がエコファーマー認定を目指していて、農薬の削減に努めています。作業のことから安全性までいろいろな工夫をされているんですね。ところで、あそこにあるのは自動灌水装置ですよね。これについては私から少し説明させてもらってもいいですか？はい、お願いします。これは日射制御型自動灌水装置といい、電源のないところでもソーラーパネルで発電して水を汲み上げ、一定量がたまると自動で水やりをしてくれます。汲み上げる水の量は、ピーマンが水を多く必要とする晴れの日は多く、曇りや雨の日は少なくなるので適切な水やりができ、なおかつ省力化にもなるので、県でも力を入れて推進しています。そのおかげで久万高原町では自動灌水装置を導入する農家が増えています。普及指導員さんには新しい技術などを教えてもらっているので、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。収穫時期はいつ頃ですか？6月中旬から収穫が始まり、11月中旬まで続きます。朝晩の涼しい時間に収穫して、畑で選果し、長すぎたり短すぎたりするものや変形しているもの、赤くなっているものなど、規格外品を取り除きます。その後、共同選果場へ運び、選果機についているカメラで形や大きさなどを判別して、等階級ごとにより分けています。最後に小袋に詰めた状態で市場へ出荷へされます。今日は収穫したピーマンをチンジャオロースにしてみました。食べてみませんか？いいんですか？ありがとうございます。美味しそうですね。いただきます。ピーマンが肉厚でシャキシャキしていて美味しいですね。ところで、いいピーマンの選び方はありますか？果実の緑が濃く、ヘタがしっかりしていて、艶や張りがあるのがポイントです。なるほど。今度からよく見てみます。久万高原のピーマンはどこで買うことができますか？県内のスーパーで買うことができます。袋に JA 松山市と書いてあるものが久万高原産のピーマンです。お店で見かけたらぜひ買ってみてください。私も早速買いに行ってみます。では最後に、西山さんが農業をしていて楽しいことや将来の夢などを教えてください。夢は、これから仲間を増やして農業を通じて地域を盛り上げていくことと、久万高原町のお米と野菜を全国の人に食べてもらうことです。素敵な夢ですね。実現に向けて私たちもサポートさせていただきます。今回のキラキラ農業大好き愛媛は、久万高原町の西山さんからピーマンをご紹介いただきました。西山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。